うみたまごでは開業20周年などを記念して総事業費13億円をかけて触れ合いエリアの遊び市で拡張工事を実施しています。この工事で設置された縦2メートル横42メートルの仮囲いを活用したアートプロジェクトが始まりました。現場には今日全体イメージを監修するアーティストの小山一成さんが登場。県内で活動するアート集団なんかや来場者と一緒に別府湾の風景や海の生き物を描いていきました。やっぱり水族館って来てワクワクする場所だと思うので、その延長線上にこう壁画が一つ役立ってもらえたらな。仮囲いのアート作品は来月末に完成する予定で、来月25日と26日にも来場者の参加イベントが開催されます。